ースは中継です。京口本は安比高原スキー場特設会場で開催中の東北カーホビーショー2010の会場にいます。ちょっとお天気が気になりますけど、大丈夫でしょうか。呼んでみましょう。フレンさん、何それ。さあ今日はですね、アメポイにお邪魔してるんですけれども、今日と明日の2日間ですね、こちらでは東北カーホビーショー2010が開催されているんです。お天気でちょっと心配、ちょっとね寒いんですけれども、いやこれからね暑いレースが繰り広げられるわけですよ。今ですね、はい、今やってまいりました。ジムニー、ジムニー、はい、来ましたけれどもね、この東北カーホビーショー2010の中でも大注目のジムニー祭りも開催されるんです。詳しく紹介していただこうと思います、はい、こちらのね、ジムニー祭り全てのね、主催しております、ヤハマさんです。ヤハマさんも出るの、見て見て、下の暑いというもんだ、出てるよ、なんか今動画でそう、これでね、ドルマビルになって楽しみプレゼンでした。はい、皆さんお越しいただきたいと思いますけれども、まあ、そもそもね、ジムニー祭りってなんだろうって思ってる方もいると思いますので、はい、教えていただけますか。はい、今回で11回目になります。はい、まあ、11年やってるんですけども、このようなですね、起伏の激しいコースは、予選決勝のコースについてですね、はい、引っかかっちゃいますからね。引っかけるなっていうところね。ね、そうですね。ちょっとね、まあ、こんなのが醍醐味ですので、そうなんですよ、タイムレースも難しいコースなんですよ。ここを普段はすごくね、街で見ると可愛いね、ジムニーがここに来るとね、もう本当モンスターですよね、リトルモンスターですよね、なっちゃうんですよ。もう本当に迫力のあるね、走りが楽しめます。転倒もあったりしてね、バスルも盛り上がってきたんですけれども、で今日はですね、このジムニー祭り予選会が行われておりまして、明日は決勝戦で、今はですね、安比高原駐車場奥の別会場で予選会が行われているところなんです。さあ、そしてですね、東北カーホビーショー2010にはこちらのジムニー祭りをはじめ、他にも見どころ満載なんですよね。そうですね、はい、こちらもご覧ください。屋内ではですね、さまざまな種類のラジコンが用意されていたり、フジコンがね、いつも衣装を借りしておりますソンクランさんが入っていたり、大人から子供まで楽しめる内容になっているんです。そしてですね、外には GM シボレーなどかっこいい車が並んでいますよ。ぜひね、この機会にご覧いただきたいと思います。さあ、そしてですね、やっぱりこのね、東北カーホビーショー2010、なんといってもジムニーの走りが気になるところですけれども、このコースね、実はあの八幡さんがね、作ってるんですけれども、毎年毎年ね、本当にいやらしいコースで引っかかる人続出なんですよね。今回もスタッフも引っかかっちゃいましたけど、明日はどうなるかね、決勝戦ね。まあ、雨ですので、しっとりしたいいコースです。明日晴れますかね。そうですね、楽しみにしていただきたいんですが、日本ですね、先ほどこの超ド S な八幡さんにですね、無理やりジムに乗せられまして、はい、強引にね、まあ、ドS祭りですから、そうですね、こっちは全然大丈夫です。はい、乗ってきましたので、そちらの様子もご覧ください。はい、うわー、怖い、うわー、いたー、え、もう、すごいな、頑張ったフジポニアですね。あら、これは特製の、下でですね、販売しております。出ました、ホットキングバー。おー、出ましたよ、これ本当に美味しいんだよね。毎歳一緒、毎年これは200g のパテツマギです。大きい、これもう作って、じゃあヒル君、あーあら、はい、あら、早いよ、はい、どうぞ。ごめんなさい、ね、ついたよ、ケチャップで。おいしい、すごく美味しいんだけど、なんか余計してたでしょ、鼻血が。そんなドレスのせいで、皆さんぜひお越しください。この後12時30分頃ですね、次はジョギングコースなど紹介していきたいと思いま
しかし。やー、大迫力。いや、大迫力。ね、また。ね、45度ぐらい傾いた。面白そうでした。また2回目の中継ありますので、そちら